かまど発電北港編ですけども、あちらが、田尾地駅です。まあこの辺まで歩いてきたら大体30分ぐらいなんですけども、まあこちらからああいう風な竹林とか入っていけます。で、あの高いところは徐々にあの下から入っていったり、向こうの方から入っていったりとかして、上の、まあ、真ん中のあたりのところの、枯れてる竹をさっき集めて、で木が上の方にありますんで、そこに命綱つけて、でベルトにしっかりとくくっておいて、それから手前の方のところの枯れてる竹とか色の悪くなってる竹を、採取してください。そうすれば安全に、できますので、まずは奥の方のところから、だから先ほどのところから入っていって、まあだんだん進んでいくか、それかあの辺りですね。まあこの辺がね、特にあちら上の方の左手にジャパンがあるんですけども、その辺りのところまで、まあ、枯れてる竹だけで数千本ありますね。あと倒木とかもありますし、まあ、この辺りから入っていったらいいと思いますよ。順番に枯れてる竹を採取して、あと色が悪くなってる竹も、もうこういうのも割れてますし、すごい数があります。これがね、延々と道が続いてるんですよ。奥の方とか見てもすごい量でしょ。まあ多分ここだけで一冬分ぐらいあると思いますよ、枯れてる竹と倒木だけで。まあすごい量ですね。ああいう風に倒木が落ちていたり、こういうところですね。まあここもそうですね。この辺のところ結構こう切っといてもらったら、これももう倒木だと思われますね。道路の方に降ってくるんで、台風の時とか。この辺のところ枯れてる竹をさっき優先して、まずかき集めてもらえたらなと思います。まあ運動部の北高の人たちに、特に野球部とかサッカー部のスパイク、ああいう風な靴履いてたらなかなか足元滑らないんで適してると思いますよ。すごい量でしょ。結構奥の方まで続いてるんですよ。まあこういう風なところとか入りやすいですから、こういうところが入っていきやすい地点ですね。まあこういうところ無理して上がらなくていいです。ああいう風な入っていきやすいところから入っていって、かけ集めていったら道がだんだんできますんで。まあこれも竹ですね。で一旦ちょっと電源オフにします。まあずっと石垣が続いていたのでここまで来ました。あちらが、ジャパンです。この辺りの草とかも刈ってもらったら、後から竹が生えてきやすくなってくるんで、草とかも刈って、で 1,2 ヶ月乾燥させておけばパリパリになりますんで、そうなったら火種つきやすくなります。最初の火種起こしでね、使用してもらったらいいんじゃないかなと思います。こういうところですね。で向こうの方にも枯れてる竹の群れあるんですよ。ちょっと一旦電源オフにします。ちょうどジャパンさんの前ぐらいですね。この辺りから竹の、林があります。入っていけるところとしたらそこですね。そこは継ぎ目のところで
こっから入っていきますんで、まあこの手近なところの垂れてる竹から集めていってもらって、で足元通りやすいようにしてもらって、で枯れてる竹、集めてください。でまあ登っていくような形ですね。まあ先ほどとこちらの場所で、こちらもあの奥の方ずっと竹あるんで、まあこの辺りで数千本集まると思いますよ。枯れてる竹と倒木合わせて。あともう一箇所入れるところがあるとしたら、こちらですね。この辺から入って歩いていけますよ。で、まあ、また上の方伐採してもらって、本当にものすごい数ありますよ。以上です。